はい、こんにちは。占い評論家の岡田雄生です。今日はですね、私のコレクションの一つ、霊道式法というもののご紹介をしたいと思います。霊の世界っていうのは、あんまり見えない世界ですから、あんまり関わらない方がいいと思うんですけれども、どうしてもね、霊の存在的なものを浮かび上がらせたい時に、使うカードということになります。で、このカードはですね、鷹書房というところが出てきたんですが、その出版社もなくてですね、しかもその著書の方もどうも今はどうも亡くなっているようで、著作権の所在がどこに行ってかわからない状況になってまして、非常にレアものになってます。多分このカードを所持しているのは、庄司秀樹さんという占術家と私と2人ぐらいしか多分いないと思うんですけれども、霊的なもんですね、なんとか霊とか、そういった自爆霊とかですね、そういったものをこう浮かび上がらせたり、ヒントを得たいときに使うカードとして、知られているものです。一応ちょっと今ね、これ見たいという方がいらっしゃったんで、ちょっと少しだけ今、こちらの YouTube で、雰囲気だけでもお伝えできればと思ってアップいたしました。ちょっとね、著作権の問題とかクリアすれば、そのうちにちょっとレプリカというか、複製をですね、ちょっと作って、ちょっと講座でお話をしてみたいなというふうにも思っているカードです。はい、ということで、あくまで参考資料でした。はい、ということで、今日は霊道式法というちょっとね、私のコレクションを紹介してみました。ではまたアップいたします。